キョウキョウの中古レシュートのこれだけは抑えたい。もう少し卒業のシーズンになって卒業旅行を考えているんですけど、はい、もしイスラエルに旅行するとなったら、うん、おすすめのスポットはどこですか？おすすめのスポットはですね、まずイスラエルという国がですね、まあ、そうですね、季節、この北から南まで、こう本当に季節、天気がすごいいろいろなんですよね、はい、でまあ、いろいろあるんですけれども、まずはエルサレムでしょうね、うん、なんといってもエルサレムですね。なんでかって言ったら、そこにもう歴史が何千年も続いている3つの宗教ですね、ユダヤ教、そしてキリスト教、そしてイスラム教ですね、はい、でこの3つがあって、しかもそれが共存しているというですね、うん、もうエルサレムにまず行かないとっていう感じですね。でもう一つがガリラヤ湖の周辺です、はい、とっても静かで、イエス・キリストが、まあ、そこで活動、宣教活動をしたですね、まあ、そこのところをこう見ていくだけで、普通にイスラエルの人たちはそこ、いわゆる、レジャーっていうか、そのお休みの時にね、遊びに行く時にそこに行くんですけれども、はい、まあ、そこに巡礼者っていうかキリスト教徒の人たちがたくさん行くところがあります、うん、そして3つ目が、先ほど気候の話をしたんですけれども、はい、冬でも入れる視界です。いいですね、でこれ南に下がっていくんですね。このガリラヤ湖があって、そしてヨルダン川がずっとあって、この、一番南に、そこが、まあ、死海といって死んだ海と言われているわけなんですけど、そこに魚がいないですよね、うん、なぜかといったら、このミネラルが非常に多いですね、はい、で塩があまりにも多くて、うん、私もこの口に入ってしまうとですね、しょっぱいんじゃないんですよ、もう苦いんですね、うん、もう耐えられないくらいの、それほどで、泳げません、浮かぶんですね、はい、あ、見たことあります、ね、そうですね、はい、そして気候がいつも暑いんですけど、理由はですね、本当に低いんです、うん、っていうか世界一低い陸地なんです、うん、海抜が400何メートルかということで、この飛行機っていうかちっちゃなセスナ機でもですね、この海抜マイナスのところを飛ぶことができるほど、うん、なのでこう低いところにあるので、こう低ければ低いほどこの暑くなるんですよね、はい、うん、ということで、まあ、そこで、まあ、ぷかぷか冬でも、まあ、浮かべると。でそれだけ、この鉱物とかミネラルがありますから、もう肌がすべすべになるわけなんですよ。いいですね、もう女子大生には、女子大生には、まあ、最高の場所です、はい、ぜひ行ってみたいと思います、はい、はい。